はい、酒好きな、俺の新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、前回飲んだ、トリスハイボールのキリッと濃いめの 9%。うん。限定バージョンです。アルコール度数が 9% に、まあ 2% アップしたわけですが、果汁が 0.2% だと倍になっており、レモン新石種使用。まあ、倍になっておりって言っても、0.1% しか上がってないんだけど。ね。原材料名がウイスキーとレモンスピリッツとレモンと糖類と酸味料と香料と炭酸ガス含有。まあ。これのいいところは、アルコール度数 9% なのにもかかわらず、甘味料が入ってないということですね。今まで飲んできたチューハイとかだと、アルコール度数 9% とかの高いやつは大体、得てして甘味料が使われてるという、俺が嫌いなね、甘味料が使われてるんで。うん。これは、まあ、俺、高アルコール度数のやつは好きなんで。うん。そういう意味だとありかもしれないですね。今日はつまみはね、イカの塩辛ですね。イカの塩辛やっぱりな、俺安いやつしか食ったことないから、なんかいちいち歯に引っかかるっつうか、歯に引っかかるじゃなくて、あれなんだよな。残るんだよな。なんか、残るよね。イカの塩辛がね。なんか、硬い部分が残るんだよ。それがちょっと気になるんだけど。高いやつはやっぱあれなんかな。いやーでもやっぱタコワサにすればよかったかな。ちょっとタコワサと迷ったんですよね。悩んだんですけど。まあ、あえてイカの塩辛にしてるんですが、タコワサの方がよかったね。そんじゃ、乾杯。お。ああ。7% のやつと、相変わらずなんかレモンがやけに強いな。よくこの 0.2% の果汁でレモンの味をここまで引き出したなと。褒めてやりたいぐらいだ。味の方は香りがかなりレモンが、ものすごいですけど、ものすごいというか、結構しますね。多分、レモンの香料がかなり使われてるんではないか。で、味はね、確かに若干、甘くなったというか、濃くなったというか、薄くはないなという。うん、薄くはないな。うん、味は薄くはなくなったね。うん。でもやっぱり結構甘いね。なんかね。やっぱ糖分が結構入ってるね。糖類が。ああ、カロリーがね、100ml あたり 61kcal って入ってるけど、これ結構でかいな。うん。61kcal か。だからこんな甘いのか。確かになんか結構甘ったるいですね。甘ったるいというか。
トリス。あ、ウィキペディアがありましたね。ちょっと見てみっか。トリスウイスキーはサントリースピリッツから発売されているウイスキーブランドの一つである。サントリーホールディングスの商品、小6、登録商法、商標。発売以来中身は改良を重ねており、当初はモルトウイスキーとブレンド用アルコール、括弧糖蜜を原料とした香類焼酎、焼酎香類のブレンドであり、モルトの使用率も低かったが、現在の製品はモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンドしたブレンデッドウイスキーである。あ、そうなんだ。戦後の洋酒ブームの火付け役となった国産ウイスキーの代表的存在としてその名を知られている。あ、これあれなんだ。ブレンド用アルコール入ってないんだ、これって。じゃああれですね。案外、まがいもののウイスキーみたいなもんでもない。割としっかりとした、ブレンデッドウイスキーなんだな。はあ、それ知らんかった。歴史。ことぶき屋の創業者である鳥慎次郎は、1907年に赤玉ポートワインを発売し、同社の土台を築くとともに、海外からさらなる洋酒を、国内に広めるべくヒントを得ようとしていた中で、ある時海外からウイスキーとは名ばかりの模造アルコールに近い商品を手にする。当然これでは売り物になれないため、ブドウ酒用の樽に寝かせておいた。ほう。数年後この液体は琥珀色に熟成し、鳥はそれがウイスキーであることを確信した。ただし現在の基準ではウイスキーと認められないものである。はは。その後、この液体をトリスと名付けて売り出したところ、あっという間に売れた。はあ。これを機に、鳥居は国内初のウイスキー製造に乗り出す決意を固め、1923年、京都と大阪の境、山崎に蒸留所の竣工に踏み切ることになる。はあ。すごいな。海外から手に入った模造アルコールに近い商品を手にして、それを樽に寝かせといて、よし、売ろうって。なんだ。トリスウイスキーとしての発売は戦後の1946年である。当初は原酒を 5% 入れていたが、徐々に原酒の配合割合を上げる営業策が取られ、やがて 10% に引き上げられて、2級ウイスキーとして発売されている。原酒 5%? すっくな。普通のウイスキーって大体、原酒ってどんぐらいなの ?50% ぐらいじゃないのわかんないけど。だって度数大体、ほんと蒸留して、加水してないウイスキーって、多分50度、60度ぐらいだから、3分の1、30% ぐらいはあるんじゃない？30%、40% は多分あると思うね。原酒の。これ 5% だったの？で、今現在 10% なの？少な。さすが安い。だけあるな。ウイスキーメーカーとしてサントリーの原点となる洋酒であり、またロングセラーとのブランドとして重視されている。従来は、
1960年代に若者であった層に愛飲者が多かったが、2003年にラインナップを一新したことにより、新たな若者層にも愛飲者が、を拡大されていると。さらに2009年頃からハイボールブームに乗る形で、2010年9月に、これまでのラインナップを刷新し、よりハイボールに合うキレのある味わいに仕上げたトリスエクストラと同製品をベースにしたトリスハイボール缶を発売した。まあ、これですね。はあ。へえ。なんかあれだね。竹鶴となんかやってることはあんまり変わんないですね。最初に赤玉ポートワインを発売したっていうのも。あれ、竹鶴も確かリンゴジュースだっけ？リンゴジュースだったか、リンゴウイスキーだったか、リンゴワインだったっけ？を発売したのが、最初なんだよね。なるほど。最初に発売した、1919年に発売した、やつが、初代トリスは果実酒から作られていたもので、現在の酒税法ではブランデーとしての扱いになると。らしいです。一番新しいのだと2012年に、トリスハイボール缶のみかん味っていうのが出ました。その他語源のトリスとは、鳥居信次郎の名に由来し、鳥居のという意味を持つ。しかし、最初に発売されたトリスは、模造ウイスキーに近いような品質であったことや、またウイスキー自体が麦を仕込んで原酒を寝かせてから発売されるまでに時間がかかるということもあり、戦前にトリスの名を冠されていた製品は、主に紅茶やカレー粉など、ウイスキーと違うものにブランド名として付けられていた。1946年、敗戦直後の混乱期の中で、出どころの知れない粗悪なアルコール類を牽制すべく、ようやくブレンデッドウイスキーとして、トリスウイスキーが誕生することになる。なるほど。これね、トリスブラックは多分相当まずいよ。これ昔トリスブラックっていう、4リッターのやつ買ったことあるけど。あれぞまさにウイスキーの、ね、模造品と、言われるやつですね。トリスブラック。トリスウイスキーブラック。これがまずいんだ。でも、ウイスキーの中では、一応ウイスキーという感じの部類の中では一番安い。4リッターでアマゾンだと、2962円。となってます。これはちょっともう二度と飲みたくないね。まずい。もうハイボールでというよりは、
ハイボールでしか飲めないというよりはもうぶっちゃけな話、コーラ割りでしか飲めない部類です。一番あかんパターン。一番ね、ウイスキーが好きな人って、一番俺の中だと、いや、あくまで俺の中です。確かにたまにはいいんだけど、俺の中だとね、コーラで割ることは、一番ウイスキーを冒涜してるに違いないんですよ。コーラで割って飲むっていうのは割と結構冒涜してるんですよ。なんでかっていうと、ほとんど味がコーラの味しかしないんで、全然ね、コーラのね、いわゆる、コークハイですね。コークハイを作るとね、はっきり言ってね、全くね、ウイスキーのね、風味とかね、これが何のウイスキーですかって言われたらね、絶対わかんないんですよ。コークハイでね、ウイスキー飲んで、これは、この銘柄当てられたらすごいですね。本当に、コークハイはもう、ひどい。まあ、コークハイでしかちょっと俺これ飲みたくないな。正直、トリスブラックはね、まずすぎてな。あ、トリスウイスキースクエアなんてのはあるみたいですね。2007年に販売終了してますけど。これどんなやつだ？知らないんだけど。スクエアだって。へえ。スクエア。俺ね、正直な話、トリスは本当にブラックが一番最下層のウイスキーだと俺は思ってます。なんかね、ちょっと1年前ぐらいだったかな、にね、なんかトリスウイスキーのね、ブラックの、トリスブラックのね、4リッターのやつで、なんか若者だったっけ、がなんか飲みすぎてなんか死んだとか、なんとかっていうのは、報道されましたけどね。なんか、ニュースにトリスのペットボトルがなんか、ね、空の状態でなんかね、そこら辺に投げられてたっていう。それでなんか、ありましたけど。まあ、いわゆる、未成年の飲酒が、としてはやっぱり多いんではないか。トリスブラック一番安いからな。一応ウイスキーっていう名前がついて、もう完全に模造品だけどな、トリスブラックって。あれ原料、これトリスブラックの原料は、いわゆる、あれですよ。これいわゆるひどい。ブレンデッドウイスキーですらないっていう、やつですね。これ度数しかも37度ですからね。これさっき言った模造ウイスキーの部類の、なんか香類焼酎かなんかが入ってるみたいで。なんですよね。でですね。一応、ブラックニッカクリアっていうのが、まあこれはありますけど、これはまあ普通のね、ニッカウイスキー、僕のね、愛するニッカウイスキーのブランドなんで、ニッカウイスキーではね、模造ウイスキー的なやつはね、販売されてないんです。ブラックニッカクリアっていう一番安いやつでも、一応ブレンデッドウイスキーになってまして、先ほど言ったモルトと、グレーンの、ね、やつなんですよね。あ、一応トリスウイスキーもあれなんだ。モルト、グレーン。あれ？これってトリスウイスキーの原料ってこれ、
一応あれなのか。モルトとグレーンなのか。あ、じゃあ一応、あれなのか。ウイスキーの、本当の模造品みたいなやつのは、前俺飲んだんですけど、コウくんとかね。コウくんとかレベルではないんですね。へぇー。あ、それ知らんかった。普通にあかんタイプのやつかと思ってた。へぇー。トリスブラックって、あれなんだ。トリスブラックって、うん、っていうかさ、サントリーのサイトにさ、トリスのさ、ところにさ、あるのがさ、トリスエクストラってやつと、トリスハニーってやつと、トリススイートティーってやつなんだよ。トリスブラックなくねって。もう完全にハブられてるよね。もうないことになってるよね。これどうなのそれは。一応お前売ってるよな。歯はぶられてんだけど。どこにあんだよ、トリスブラックは。おい。そこしっかりせえよ。ウイスキーでお前トリスブラックねえんだけど。はぶられてんだけど。どういうことなんだよ。はぶられてんだけど。もうなかったことになってる。今売ってるんだけど。あまりにも、まずすぎてあれなのか。トリスブラック原材料でググってみますが。なんか出てきたのが、教えてグーの、トリスが超飲みにくいのですかという質問に対しての回答が、トリスの、ああ、一応あれなのか。やっぱモルトとグレーンなんですね。トリスが超飲みにくいのですが、私が普段飲むウイスキーは、普通に安酒のブラック、ニッカブラック。これはブラックニッカクリアですね。貧乏人の私にはまあぴったりです。あ、これよくわかってるな。俺もね、ちょっとこの枠じゃねえや。この動画多分長くなってる。もうすでに長くなってるけどね。俺ブラックニカクリアでウイスキー始めた口ですからね。いや、全然、初心者には、ブラックニカクリア美味しいと思います。うん。さて最近、ちょっと離れたディスカウント酒屋で、サントリートリスがバーゲンしてたので買ってみました。最初は大瓶や紙パックで、割安にしようと思っていたのですが、飲みすぎちゃうのを心配して、結局は普通の瓶のを選びました。ところが、これは私にはすごく飲みにくい。安酒なので、ガブガブ飲もうと思ったのですが、まずすぎるというか、変な味で飲みにくいのです。私は紙バッグの100円の日本酒、かっこ、当然アルコール混合のものを飲める安酒飲みなんですが、これは参った。さて、どうしてトリスは飲みにくいのでしょうか？単に私が慣れてないからなのでしょうか？あるいは、トリスは日本一まずい特殊な酒なのでしょうか？皆さん、ご意見をお願いいたします。で、ですね。回答が、トリスやリンなどの安酒大好きです。トリスは4リッターぐらいの大瓶を買っていました。安いウイスキーが飲みにくい場合ですが、アプリコットティーや、その他フルーツの紅茶で割って飲むと安ウイスキーの独特のツンとしたアルコール臭が消されて飲みやすくなります。
トリスは日本一まずい特殊な酒。同意します。日本一ではなく世界一かもと思ってます。だから水割りとかハイボールなどウイスキーの本場、イギリスにはない、日本ならではの特殊な飲み方が発達したのではと思っております。いや、水割りもハイボールもきついで。普通にコーラで割るべきだね。で、私はウイスキーを飲まないのですが、この前知り合いと居酒屋に行った時、ウイスキーがトリスだけでした。そして、これを見た知り合いが言いました。知ってる？トリスって一番まずいウイスキーなんだよ。これだけをメニューに出すなんて良くない店だね。ま、そういう意見もありました。ということで。まずいのには間違いない。俺、ぶっちゃけた話ね、ウイスキーのね、リンは好きなんですよ。俺、原材料がモルトとグレーンとブレンド用アルコールっていう、いわゆる、まがいもののウイスキーなんですけど、普通に美味しいんですよね。でね、これ飲んでみたかったんだ。オークマスター。っていうね。アルコール度数が37度で、原材料がモルトとグレーンのみのやつ。これ飲んでみたかったんだけどね、俺がウイスキーにハマった時にはもうなかったんだよ。さすがにちょっとこの値段でね、600円ぐらいで売ってた安いやつ、かなり、ブラックニカクリアと同じぐらいの値段で売ってたやつなんですけど、ちょっと多分うますぎて、多分終わったんだろうな。トリスブラックがやっぱモルトとグレーンのみだね。熟成度が低いと思われます。淡麗でハイボールには少し物足りないですが。ハイボールには物足りないってどんだけのウイスキーなんだよ。ハイボールには少し物足りないですかって。どういうことこれ。淡麗でハイボールには少し物足りない？あ、薄すぎてハイボールには逆に合わないっていうことを言いたいのか、この人が。値段の安さからトリスハイボールが今の私のメインです。モルトとグレーンのブレンデッドウイスキーでこんな安いウイスキーはありません。スピリッツを混合したウイスキーや焼酎を混ぜたような味わいです。ウイスキーとして味わうのはいまいちですが、安酒としては私は最高評価です。リカーランドトップで2430円で売ってました。私が知る限り一番安いウイスキーで、最も飲む、よく飲むウイスキーです。へぇ。これはまずい。確実にまずい。はぁ。ヤフーの知恵袋。ウイスキーに詳しい方に尋ねしたい、お尋ねしたいのですが、リンとサントリーの核と竹鶴とトリスなどは原材料や製法などにはどんな違いがあるのですか？またそれによってどんな味の違いが出るのかなど教えていただけませんか？なかなかいいチョイスです。回答です。分かってて選びました。竹鶴、各トリス、リンは、それぞれ原材料が異なります。瓶の後ろの原材料欄を見てみてください。竹鶴はモルトのみ、各とトリスはモルトとグレーン、リンはモルトとグレーンとブレンド用アルコール。
公正取引委員会が、ウイスキーの表示に関する公正競争規定及び規約及び施行規則というものを出していて、それぞれの材料を規定しています。モルトは基本、法律的には麦芽を示します。通常は大麦麦芽を意味します。ウイスキーの味と風味を担当します。グレーンは法律的には穀類にを指します。大麦のほか、トウモロコシ、ライ麦などですね。こちらもモルトとは異なった独特の味と風味がありますが、モルトと比べると淡いですね。ブレンド用アルコールは穀類以外のものを原材料とするアルコールを指します。具体的には砂糖を精製するときにできる糖蜜を発酵、蒸留することで作ります。要は純粋なエタノールです。味も素っ気もありません。水増し用としていいかも。同じようにスピリッツがあります。最近だとイオンのトップバリューブランドのウイスキーが該当します。これもまずかったなぁ。トップバリューのウイスキー。これも飲んだことあるけど、くっそまずかった。これも同レベルだな。具体的には、ジャガイモなどの芋類に原料としたアルコールです。値段はモルトの方がでかく、グレーンが2番目、3番目がブレンド用アルコール、スピリッツ。なるほどね。でもね、リンはうまいんだよ。リンはうまいんだよな。これリンはうまいんだよ。俺、びっくりするんだけど。リンがね、安くてうまいんだよね。安くてっていうか、一番コスパ的には、悪くはないんだけど、どうなんだろう。今飲んだらどうなるの。いろいろちょっと舌が肥えてきてるからな。最近こういう安ウイスキーって香薫以外飲んだことないからね。香薫は飲んだけど、あれもまずかったな。あんな感じなんかな。でも4リッターでさ、サントリーのトリスウイスキーブラックが4リッターでさ、2500円ぐらい。まあ、これはあれだな。完全にコーラ杯、コーク杯として、その一生を終えてほしいね。完全に。逆にびっくりだよね。だってさ、モルトとグレーンのさ、いわゆる完全なるウイスキーなのに、あんだけまずいんだから。焼酎香類を加えてないのに、あんだけまずいんだから。逆にびっくりするよ。一体どうなってるんだよ、あのまずさって。言いたいぐらい。話なんですけど。本当にね、じゃあさっき、ブラクニカ、違う、ね、言いましたけど、いいですか？じゃああなた、サントリーウイスキーの角瓶、見てみましょう。先ほどトリスブラックが2500円。4リッターで2500円と言いましたけど、なんと、サントリーの角瓶が、4リッターで5350円する。かー。倍違うんだよ。値段が。でね。で、俺が好きなブラックニッカクリアの、4リッターのやつでも、3480円。まあ、いわゆる1000円違うんだよ。4リッターで。
いいっすか？原材料が同じなのに、声援も違うんだよ。倍も違うんだよ。っていうことを考えると、はぁってなるよね。どんだけトリスブラックお前どんだけって、はぁっていう。どんだけなのって。いう話なんです。まあ、俺がおすすめするとしたら、やっぱりハイニッカだな。ハイニッカ。ハイニッカはね、4リッターで4000円ですね。まあ、まあ、ブラックニッカクリアを買うよりはハイニッカを買った方が絶対いいとは思いますけど。うまいからね、ハイニッカね。まあ、ということで。まあ、トリスハイボール。飲みましたが。コクはまあ、それなりに増えたけど、甘みが結構あるな。香りが。まあ、あるけど。あ、でもこれ、アルコール度数 9% だからね。案外これは。はり、じゃありか。わからんな。難しいけど、とりあえず三つ星にしとくわ。そんなにうまくもなかったけど。まあ別にまずくもなかったかなと。3443です。ご視聴ありがとうございました。